ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。セミは鳴く。神様がネジをおまきになっただけ。セミは忙しいのだ。夏が行ってしまわないうちに、ゼンマイがすっかりほどけるように。セミが鳴いている。私はそれを聞きながら、次々に昔のことを思い出す。それも大方は悲しいこと。ああ、これではいけない。三好達治感化集よりセミです。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。夏のセミを主題とした歌でございますね。セミの命をゼンマイ仕掛けに例えております。ひと夏の終わりにはすべてほどけてしまうゼンマイ。それを知ってか知らずか、それでもセミは鳴き、一生懸命に生きていく。その短い生涯を思ってか、鳴き声を聞くと、昔の悲しみが溢れ出し、止めることができない。と、いった感じでございますかね。セミの命は儚いと、よく言われますね。成虫になってからの平均寿命は1週間程度であると言われております。幼虫として7年間地中で暮らし、成虫になると、1週間で命を落としていく。さて、この1週間は短いのでございますかね。人間を基準として考えると、あっけなく短いとは思います。ただ、地中で夢見たこの1週間は、待ちに待った喜びと夢と希望に満ちている。これまでの7年かけて準備してきた、素晴らしい時が来たのだ。命を歌い上げずにはいられないのだ。セミがこのように考えているかどうかは不明ですが、短く燃え尽きるような命に、羨ましさを感じることも、また事実でございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが、詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が、人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉箱書道。